リートンソッシーのララジジオオ歴歴史史小小話話今日も始ままりしたです,です最近文化の話が多かったのでちょっと戦い系の話をしたいなと思ってるんですけれども、はい、え場所はですね一気に前回羽生さんの話をして、まあ、ある意味将棋も戦いではありますが、うん、一気に舞台をですね古代ローマ地中海世界に行きたいと思いますが。 海のの上での戦い残念ながら陸上なんですけどんか陸上の戦いをあえようかなと思うんですがあのハンニバルっていう人の名前って聞いたことありますかあります映画ではなくて、えー、僕もちょっと世界史をかじったことがあるんでハンニバルという言葉を記憶してました記憶してますか、はい、ハンニバルっていう人はですねめちゃくちゃ戦争が強かった人なんですはアレキサンダー大王、はい、ハンニバル ナポレオンが尊敬したその戦争の達人の一人なんですけれどもアレキサンダー大王とハンニバルの2をナポレオンが非常に研究して尊敬して研究したあの人物たちなんですけれどもハンニバルという人はですねアフリカからえアフリカ像を連れてスペインから出発してピレネー山脈を越え はい、アルプスを越えてイタリア半島に攻め込んでいくと、うん、いうことで戦い続けて、うん、まあこうすごい異国の地を通り抜けながら、はい、しかもその兵隊さんも傭兵なんですよね要は雇ってる兵隊を引き連れてはいだからそ負け戦とかになったら逃げかねないような人物たちなわけですよはい。 何かのためっていうような部下たちなわけではなくて、要は負けそうになったら逃げちゃうかもしれないような人たちを引き連れて、ハンニバルについてたら勝てるっていうふうに思わせるだけの名将軍だったわけなんですけれども、この人がカンネの戦いっていうのをそのローマとの戦いの中でやって、圧勝するんですね。イタリア半島トに突入して、ハンニバルが勝つ。 勝,つ勝ったんです、うん、だからその2倍の敵を包囲殲滅したあハンニバルの軍隊の2倍 2>, ?2 倍ローマは2倍の兵力でこれはもうハンニバルも疲れてるだろうし、うん、倒せると思ったら逆にコテンパンにやられてしまったと、はい、僕サッカーするんですけど5人で10人の相手を倒すみたいな感じですか <laughs> いやちょっと例えが稚拙 <laughs> <laughs> だったから稚拙<ん> <laughs> というわけじゃないんですけども <laughs> <うん S 1> それはちょっとさすがにきついじゃないですかんかんて言ったらいいんでしょうねう <ん S 1> えー、うまあに <laughs> ん<て>人数で言うとどれぐらいだったかとかっておもし覚えてたらですけど人数は。 万人なんでしょうねゾウ、うん、を引き連れてたんですかを引き連れてましたけれども、うん、まあゾウは結構死んじゃったので、うん、そんなに多かったわけじゃないですけど、うん、多分10万人もいなかったんじゃないかなハンニバル軍がローマ軍がハンニバル軍がいや、えー、とロ,ーマローマも10万人いなかったはずです<ー>多分78万ぐらいで、うん、ハンニバルが 4万とか45万ぐらいだったんじゃないのかななるほどサイスタ僕よく行くんですけどまああれが埼玉スタジアムはいあれまあ J リーグ行くと5万人ぐらい5万人弱埋まると入った方だなっていう感じその人たちがその人たちがそのフーリガンたちがこう 叩きその2倍の敵を叩きのべすというイメージかですね東京ドームに満員の人たちで5万人とかそういう人たちがいてその人たちが2倍の敵自分たちの2倍の敵を倒すみたいな、うん、なんかそのすごさがちょっと今肌感覚で分かりました、はい、ハンニバルはでもあれですよね長,長い旅路をそうなんです ましてやピレネ山脈スペインとフランスの間にあるピレネー山脈を越え、はいうん、でフランスとイタリアの間にあるアルプス山脈を越え 1>, 1個すごいあの素朴な疑問なんですけど、はい、わざわざなんでそのスペインの方からああ海が使えなかったからですロ,ローマが世界権を握ってたので、はい、あ 船をその出,せな出せなかった艦隊がなかったので <あー S 2> だって5万人も乗る船を用意するっていうふうになるとまあ陸を移動するよりも分かり見つかりやすいですしそもそもその艦隊を持つことを制限されてたのでなので海海路は使えないで陸路から行くしかないっていうことでうう強行軍をしたとううんいやでも率いたのは傭兵で。 そのま、マネジメント的になかなかやっぱりハンニバルのすごさというかカリスマ感というカリスマか、うん、ど,どんな人だったのかなって今やっぱりそこは、うん、その締めるとこ締めていうところなんですけれども、はい、これもっとすごいのがローマの方うなんですよ。はい、そうなんです,かそうなんですローマ,ローマ負けたわけですよね。負けてますよね古代ローマはい 負けたんですけど当然負けた側にも指揮官っているはずですよね指揮官指揮官リーダーはいいるはずですよね、はい、いますよねそのリーダーはどうなったと思いますえなんか拘束されたとか何でしょうもしくはクビにされたとか、うん、なんかもうその先のキャリアはなんか <laughs> 終わってるんじゃないのかなって思ってたんですけど <laughs> なるほどファイナルアンサーでいいですかなんかもうこの文脈だと <laughs> え そうではないということですね、この聞き方ということは。なので、そうではないんです。打ちのめされたわけですよね。打ちのめされたわけですよ。ハ、うん、ンニバルに負けたわけです。ましてや、ね、半分の兵力に負けたって、相当責任取らなきゃいけないじゃないですか。うどういうことですか <laughs> どうしえこれはどういうことだ。まあ、だからや,やり返した、やり返す,す,、ね、やり返すチャンスをあげたんです。 えとえハンニバルローマの人たちが,のたちがその指揮官をもう一回、うん、ハンニバルに立ち向かわせる権、うん、継続させたわけです、指揮官として。なんかハンニバルもさっきすごいカリスマ感ですごいなと思ったんですけどローマの指揮官に対するその民衆のリスペクトというか期待というか,なんかその期待を引き寄せたその指揮官のなんでしょう人柄も相当すごいものだなって今。 もちろん人柄とかもあったんでしょうけれどもそれ以上にもっと大切なことはあの責任って何ってことなんですよね。何が悪かったのかっていうのは、うん、その本人がミスをしたりとか、うん、あるいはわざとハンニバルに負けるようなことをしてがしたわけではないだから誰よりも今回の失敗要は一番経験したのは誰なのかっていうとその人なんですよ。 一番ハンニバルに詳しい人は誰か、うん、その人なんですねうん、うん、日本だと負けるとか失敗するってなるとチャンスを与えられない負けた人が悪いとか、うん、そういう発想になりがちなんですけれどもちょっと時代を変えて南北戦争アメリカの、はい、南北戦争の、えー、リー将軍っていう人が。 いるんですけれども、はい、あのー、南軍負けた側の将軍だった人なんですけれども。うん、この人も非常に尊敬されてるわけです。負けた側の。負けた側の将軍なんです。将軍で尊敬されてる。尊敬されてるんです。イリ、はい、スバーグの戦いっていう。とこ、うん、あのー、まさにリンカーンがここで勝って、うんうん、あのー、人民の人民による人民のための政治。っていうことを言ったようなところ。まあ、そういうふうな。 李将軍っていう人はそういう戦いで負けてたりとかするんですけども要は勝敗でで人のの価値っていいうのを見ないんですよちゃんとそこが別に本人の責任なのか何の責任なのかどうなのかっていうのを人格に寄せない人のせいにしないっていうところが結構行き届いている事例として。 わりかし現代側の1860年代の南北戦争の例は挙げましたし古代ローマの例も挙げましたけれども要は失敗したことが悪いんじゃないそのプロセスがどうだったのか,だから日本ってすごい結果責任とか結果を求めるっていうのがすごい多いんですけれども実はプロセスを結構重視してるところも多いわけなんです海外で 今ね、完全に僕の、あのー、リアクションは結果、そうです結果,結,果結果を出せなかったやつはクビだって、完全に当たり前だと思って、当たり前だと思ってましたよね。だからそれでその、それでいて、部下として上司に対して思うことは結果じゃなくてちゃんとプロセスを見てほしい。うん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 。<laughs> めっちゃ僕、シリーメツイじゃないですか。<laughs> そうすいやもちろん。うん、その あのとはいえ、はい、今のアメリカの,その資本市場で支配、うん、ごとの成績で経営者の首が飛んだり飛ばなかったりとか、うん、説明責任を負わされたりとかっていうのもあるので<ー>あの単純には物事言えないんですけれども、はいあのー、やっぱり戦いの責任を取るとか、はい、負けたっていうこと自身に対してではなくて勝った負けたではなくて。 その勝敗は時の運な部分もあるわけなのでじゃあ何がいけなかったのってプロセス変えたらじゃあ勝てるのどうしたらいいのっていうところをしっかりと結果じゃなくてプロセスに目をやるこれが実は最終的にローマがハンニバルに勝てたんですねその戦いでは負けたんですでその将軍自身がリベンジしたわけじゃないんですけれどもちゃんとそういうプロセスの積み上げをしてじゃあここを改良してこうこういうふうに直していこう。 だからやっぱり結果に目をやるんではなくてプロセスをしっかりと分析することこれが大きい長い目で見た時にちゃんとした結果につながっていくということを今日強調したくてハンニバルの例を挙げたんです。ハンニバルから実は学ぶべきことは我々はハンニバルのようなカリスマ性を持っていないのでであれば我々がしなきゃいけないことは何かっていうと負けた古代ローマ側 ハンニバルに勝てなかった後に何をすべきだったのか、うん、っていうことを目をやるとやっぱプロセスを重視してそこの改良改善これがポイントになってくる、うん、ということが今日僕が伝えたかったことです、うんうん、なんかそういうそのプロセスを次につなげていくっていう視座がその民衆の間で共通価値観としてなんかそういう素地があっての指揮官の継続的な投与にあるんです,よね,そうですね。うんそうですね だからまあその指揮官一人を注目しても素晴らしいと思いますし、そのそれを支えた民衆っていうその社会価値観っていうところも、なかなか僕のその価値観で全然違うところを見てたので。すごい。新しい気づきで面白かったなと思います。はい、はい、ラジオ歴史小話。今日はそんなところでしょうか。はい、えー、お相手はリートンとソッシーでした。